スパウはシンガーのキャロル・デッカーが率いるシュロップシャー州シュルーズベリーで結成されたイングランドのロックグループである。1980年代後半にイギリスで一連のトップ40ヒットを記録した。特筆すべきはチャイナ・イン・ユア・ハンド、ハート・アンド・ソウル、バレンタイン。ヨーロッパでは1990年代初頭に解散する前にもいくつかの曲がヒットした。 デッカーは今でもソロ公演や1980年代ミュージックを解雇するコンサートにてトゥ・パウ名義で演奏し2013年にはオリジナルメンバーであり共同ソングライターであったロニー・ロジャースと25周年記念として行われた英国ツアーで再結成したバンドは1986年に結成され SF シリーズ宇宙大作戦に登場する同名のバルカン人の 長老にちなんで名付けられた。この名前を決める前は、レコード会社や出版会社に送られた初期のデモでは、トーキングアメリカと呼ばれていた。彼らの最初のヒットは、1987年リリースの、ハートソウルであった。当初はイギリスでチャートを上昇していたが、最初に、アメリカのビルボードホット100チャートで、ヒットとなり、ペペジーンズの広告に使われて4位になった。 数ヶ月後には、全英シングルチャートでも、異業を繰り返すこととなった。3枚目のシングル、チャイナ・イン・ r h ハンドは、イギリスで最大のヒット曲となり、5週間にわたって1位を、記録した。他のいくつかのヨーロッパ諸国でもトップの座に達したが、アメリカのチャートにはほとんど影響を与えなかった。デビューアルバム、ブリッジ・オブ・スパイ s も1位になり、 イギリスでは4プラチナの売り上げとなった。このアルバムは、バレンタイン、セックストーク、I Will Be E With You など合計5曲のヒットシングルを生み出した。1988年には2枚目のアルバム、シークレットガーデンがリリースされ、イギリスで4位を最高位とするプラチナステータスに達したものの、1年前のデビューアルバムの成功レベルには至らなかった。本作は、 イギリスのトップ20シングル、シークレットガーデンを生み出したが、チャートのリターンはこの時点で減少しており、続く2枚のシングルは、とても控えめな成功にとどまった。1991年に3枚目のアルバム、ザ・プロミスが続いた。イギリスでは10位を最高位とし、シルバーディスクを獲得した。トップ20ヒットの一つである、When Never You Need me が含まれていたが、 バンドの商業的なピークは過ぎ去り、リリース後に解散した。1993年にリリースされたコンピレーションアルバム、Heart ルザベ Soul, The b e ーパ y Best of Tea p は UK トップ40に入った。1997年には別のベスト版、The Greatest Hits がリリースされ、デッカーは1998年に新しいスタジオアルバム、Red をリリースするため、 新しいラインナップでバンドを再編成した。レコードは商業的に成功したわけではないが、トゥパウは反定期的にライブを続けている。アルバムからは2枚のシングル、With A Little Luck と Giving Up The Ghost がリリースされた。デッカーは2000年代を通じて、ヒット目、Baby, One More Time, Just The Two Of Us, The Winkest i n k などのテレビ番組にゲスト出演した。 2007年、トゥパウの最初の成功から20周年を迎え、ロニー・ロジャースとキャロル・デッカーは、インターネットダウンロード専用の新しいシングル、Just Dream をリリースしている。2008年、トゥパウは、Here and Now という1980年代を解雇するツアーに参加した。バンド結成25周年を記念して、デッカーとロジャースは、他のオリジナルメンバーなしで、 2013年春に28日間の英国ツアーに乗り出した。2015年2月、トゥパウは5枚目のスタジオアルバム、プレジャーペインをリリースし、ツアーに乗り出した。プレジャーペインツアーの最後の8公演は、3月の初めに、デッカーが帰還支援に苦しみ声に損傷を負ったため、キャンセルする必要に迫られた。同じ頃、多くのラジオ局が、 トゥパウの昔のヒット曲ばかり流していて、バンドの新曲を放送してくれないことにもデッカーは苛立ちを感じていた。インタビューで彼女は次のように述べている。1980年代専門のラジオ曲は、すべて1980年代のものを再生し、新しいものはかけてくれないので、ラジオで新曲が流れるのは、かなり難しいです。実際、彼らは流せないと言っていますし、 では若者向けのラジオ曲はというと若いアーティストの曲を流す。それは欠点ですし、新しい曲の演奏をラジオで聴くのが面倒です。もっと多くの聴衆に自分たちの音楽を届けられないことに少しイライラします。この発言にもかかわらず、このアルバムはなんとか98位でチャートに登場し、20年以上ぶりとなる彼らの久々のチャートアクションとなった。 ありがとうございます。